ネビルズ・クロスの戦いは、1346年10月17日に、イングランド北東部のダラムの西のネビルズ・クロスで起きた、スコットランド王国軍とイングランド王国軍の戦いである。百年戦争で、フランス王国と交戦中のイングランド領内に向け、フランスからの誘いを受けたスコットランド軍が、侵入したが敗れ、スコットランド王デイビッド二世が捕虜となった。 スコットランド王デイビッド2世 u エ n 継承問題などで緊張していた英仏関係は14世紀になってスコットランド問題なども絡み深刻化の一途をたどった。13世紀末からスコットランド王国征服を試みていたイングランド王国は1314年にバノック・バーンの戦いでスコットランド王ロバート・ブルースに敗北するがロバートの死後に 傀儡王を据えることに成功。ところが、デエビット2世がフランスに亡命すると、イングランドをエドワード3世からの引き渡し要求を、フランス王フィリップ6世が拒否し、事態は急速に悪化した。フランス側が、イングランドのギュイエンの領没収を宣言すると、1337年11月に、エドワードが、朝鮮城を送りつけて100年戦争が勃発した。 海戦直後、イングランドはフランスに対して反乱を起こしたフランドル都市連合と結び、1340年にはスロイスの海戦でフランス艦隊を破った。1341年に勃発したブルターニュ、継承戦争にも英仏両国が介入し戦線は拡大。1346年にイングランド軍がノルマンディーに再上陸した。フィリップ6世は、 敵兵力を分散させるため、すでに1341年に帰国させていたデイビッド2世に北からイングランドに攻め込むよう求めた。フィリップ6世からの必死の嘆願にもかかわらず、デイビッド2世は1346年10月まで、待ち、冬が迫る頃になって、ようやく進攻を始めた。10月7日、スコットランド軍は、 1> 約1万2000の兵でイングランド北部に進軍した。エドワード3世はフランスで大規模な軍事行動中であり、北部の諸都市の守りは比較的手薄に違いないというのがスコットランド側の見立てだった。目的地のヨークシャーまでの道中を略奪したり、焼き打ちしたりしながら1週間進軍し、10月16日にダラムに到着した。しかし、 スコットランド側の期待とは裏腹に、イングランド側は、こうした事態を予測しており、軍を配置していた。スコットランド軍侵攻の法を受け、ヨーク大司教の監督の下で、リッチモンドに兵が動員された。この軍は、カンバーランド、ノーサンバーランド、ランカシャーから集められた3000から4000の兵と、3000のヨークシャー兵からなっていた。レー包囲戦に兵力が割かれていたため、 イングランド北方の守りは、これが全てだった。10月14日、ヨーク大司教は今大同中のヨークシャー兵を待たずに、ダラム南西にあるバーナード城に急行した。ダラムに残るネビルズ・クロスの遺跡10月17日朝、ダラム南方にいたスコットランド軍の部隊が霧の中で、イングランド兵と出くわして、交戦状態に入り、大損害を受けて退却した。 ようやく敵軍の存在に気づいたデイビッド2世はダラム近郊のネビルズクロスの高台2軍を3部隊に分けて布陣させた。この第地はアングロサクソン人の石像の遺跡がある場所だった。両軍の間には多くの障害物があり、スコットランド側の方が不利な地形にいた。ダップリンムーアの戦いとハリドンヒルの戦いでイングランド軍に敗戦した記憶が、 新しいスコットランド軍は、防御に徹した陣形で敵を待ち構えた。一方のイングランド軍も守りを固めていたため、睨み合いは午後まで続いた。イングランド軍が長距兵を前進させて、射撃を始めると、溜まりかねたスコットランド兵がようやく動き始めたが、不利な地形から前進したため隊列が見られた。まとまりを欠いたスコットランド軍の攻撃は、イングランド軍に跳ね返され、 戦況が不利に進むと、ロバート・スチュアートやマーチ・ハクラが、デイビッド2世を見捨てて退却した。夕方になり、王の部隊も戦場を離脱しようとしたが、デイビッド2世は捕らえられた。スコットランド軍は1000人が戦死し、多くの貴族も討ち取られた。一説によると、デイビッド2世は戦場から逃げて、近くの橋の下に潜んでいたが、水に反射した姿が、 イングランド兵に見つかって捕まったという。捕虜になったデイビッド2世はハンプシャーにあるオディハム城に1357年まで11年間遊兵された。妻はエドワード3世の妹で自身もイングランド王家の血を引いていたため生活は比較的自由で快適だったという。1357年10月に10万丸く10年分割払いという身の白金で解放されたが 貧しいスコットランドに、この負担は大きく、また気ままな予習暮らしを気に入っていた。デイビッド二世は、身の代金の代わりに王位をイングランドに譲る密約を、交わして1367年に、イングランドへ戻った。スコットランド議会はこれを否定し、身の代金を払い続けて対抗した。デイビッド二世が1371年に死去すると、ロバート・スチュアートが、ロバート二世として即位して、 スチュアート庁を開いた。ありがとうございます。